どうもなおちんです。本日もモンハンストーリーズ2やっていきます。チャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はようやく最高のお供をね入手することができました。ようやくだよ。まあ今ネルギガンテとイビルジョーは持ってたんだけども、まあイビルジョーはそんな珍しくないのかな。ネルギガは持ってたけども、それ以外の固粒子を持ってなかったのよ。ついにゲットしました。あのね、外の巣レア巣をねずっと探してやってたんだけども、そこじゃ効率悪くって、やっぱこれだね、通信プレイでやった方が確実に出るっぽい。でしかも黄金のチケット、スーパーレアチケットか、あれを使うと 100% 出るっぽいね、ボスを倒した後の巣でね。なので結構入手しました。よし、とりあえずいっぱい貯めましたので一気に開けていきたいと思います。これだけよ。まあね、このオレンジ色、これはネルギガっていうの分かるんだよね。で他が分かんない。これもねとてつもなく重いなのよ。とあとこれイベルカーナかな。きらめく古竜とイテる古竜がいるのよね。なんだろう。おー、まあまあ全部一気にいくよ。行きます。さあ出てこい。何が来る。これネルギガだよね。ネルギガ、あー攻撃特化のネルギガが欲しいね。あ、レウサーシュ、これはこれで嬉しい。お、あこれがいいね。攻撃力アップのネルギガンテ、これがいいな。あ、タマミツネ出た、初めて。タマちゃん初めて出た。お、まあ使うことはそこまでないかな。ケチャマチャ、まあまあこういうのがねたまにはいるよ。うん、まあ、継承でなんかいいスキルを持ってればいいけどね。フルフルもいたのか。そろそろ問題のやつじゃない。なんだ、あー、ジンオーガのか。はいはいはい、あーなるほどね。確かに緑と黄色だった、そういうことか。オッケー、ありがとう、嬉しいな。ラージャンも出た、ラージャンも来た。あ、嬉しいな、ラージャン嬉しいな。いいね、リベルカーナ出た。よし、最高やね、最高だ。で、ケチャマちゃん、アシュか。はい、で次も古粒子、なんだ、キリンか。あ、なるほどね、キリンか。確かに色はそれっぽいわ。で、あと1個で終わりかな。ラギア、うんうん、まあまあラギアはいらないかな。よし、だいぶいい、だいぶよかった。こっち側からなるのかな。まずイベルカーナ、いいね。結構使ってる人多いね。結構出るんじゃない、イベルカーナは。出やすいやつなのかもしれない。で、キリン、お、キリンはね初めて見たかも。いいね、うん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 。このスピード型のやつっていうのが嬉しい。で、ラージャン、あー、ラージャンも使っていけるね。おー、金人オーガもなかなか良さそう。おー、ネルギガはでも3体目だから、まあ継承して技を、レベルアップさせていきましょう。おー、いやー嬉しかった。はい、今日はね卵一気開けしました。固粒子系が3つ出た、固粒子系じゃないな、レアなやつが出ました。ネルギガ、金人オーガとイベルカーナ、キリン、あ、ラージャンも来たね。めちゃくちゃ嬉しい。はーい、まあ、とりあえず外でコツコツ巣穴をね探してる人は絶対これ
クエストボードの通信プレイした方が絶対いい。マジでね、効率がぐんと上がった。こっちでやった方が間違いないと思います。はい、ではね、またやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。